エサ市長。エサ市長は、北海道宗谷総合振興局管内の南部に位置する町。ケガニカゴ用日本一。アイヌ語の頭が浜についている書、すなわち、岬を意味するエサウイ、エサウシに由来するとされており、町もこれを支持している。このほか、昆布を意味するアイヌ語方言のエサに由来する説を示すものもあるが、 アイヌの言語学者であるシリマシホは、サシと呼ぶことはあるものの、エサシとは呼ばない、として否定している。宗谷地方の南東部に位置し、東部はオホーツク海に面する。海と山に挟まれた険しい地形で、国道238号が南北に循環する。ホロベツ川川口付近は、湿原地帯。西部、旧歌登町は、山岳が広がり、 面積の8割が森林。明治中期には町内に金鉱床が発見され、金の採掘で賑わったことがある。その名残は今町内の嘘たんな内砂金、採掘公園に見られる。オホーツク海沿岸地域は比較的温暖だが、歌登地区は内陸であることから、冬季は非常に寒冷であり、しばしば道内の朝の最低気温でニュースに歌登りの地名が登場する。 また、1931年1月27日には、江差市村上滅別の北海道森林気象観測所でマイナス44.0を観測している。2006年、平成18年3月20日に、旧江差市町と隣接する旧歌登町が対等合併し、現在の新たな江差市町が誕生した。合併まで定位は、旧江差市町と旧歌登町が、 法定合併協議会を設置2006年平成18年3月20日をもって新設合併を行い新庁名を餌市長とすることで合意し2004年平成16年12月14日に調印同月21日に両庁議会で合併関連議案を可決した2005年平成17年1月20日に合併申請書を提出 同年3月24日の道議会で合併議案が可決2006年平成16年3月20日合併。廃止前、廃止後の統合先、中、江サシ、音評、歌登り、シビウタンの森林事務所は、宗野森林管理所に再編時も廃止対象から除外。名寄る公共職業安定所江サ相談室は委託職員がいるのみで、 ナヨロ公共職業安定所の事務官は1ヶ月に一度のみ、来る。沿岸部では、漁業、内陸部では、落農が盛んである。漁業においては、ケガニ、サケ、ホタテがメインで、ケガニは、カニ、カゴ漁で、日本一の漁獲量を誇る。以前は、ケガニ水揚げ量日本一と称していたが、2014年以降、毎年、稚内市に、 水揚げ量で抜かれており、かに、加護量という限定をつけて、日本一としている。2019年には、餌サ漁業共同組合所属の漁船が密漁していたことが発覚し、操業を休止している。また、鮭の水揚げ産地としては日本で十市に数えられる水揚げ量があり、遡上する前の、いわゆる銀毛の鮭が多いため水揚げ高は駆の水準を誇る。 市場関係者には、名が知られ、油が乗った目ジ酒や、ケージも水揚げされる。近年は、ホタテ違い巻き漁業の漁獲口を伸ばし、毎年安定した漁獲量を保っている。夏でも冷たい海域のために、海毒の発生が少なく、また栄養も豊富であるために、貝柱が大きいので、国内商品向けだけではなく、ホタテ貝柱を遠く、中国やフランス、 北米などに輸出するに至っている。この他にも、カレーナマコリシーコンブエゾバフンウニタコなど様々な魚介類が水揚げされている。特に乾燥ナマコは、エサシ北海、金庫として知られ、生産量日本一である。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。エサシ,ショ 歌登り小以外は、漁業集落ごとに形成される非常に小さな小学校である。檜山館内に同じ読みの餌市長がある。区別のために、餌市長は、北見餌市、餌市長は、檜山餌市と呼んで区別することがある。また、テレビやラジオ等では、餌市長は、道北の餌市長あるいは、おほうつく海側の餌市長、餌市長は、道南の餌市長と呼んで区別する。 明治二十九年、千八百九十六年、国内及び世界各国からエサシニの観測隊が次々と訪れた。米国の天文学者、デビッド・トット博士を隊長とする一行もエサシに、観測小屋を建設し、回帰日食を待ち構えていたが、当日はどん天で観測は失敗した。それにもかかわらず当時のエサシの人々が非常に協力的であったことに、 トット博士は感激、世話になったお礼として、百科事典や文学書などを何冊も寄贈し、何年も続いた結果千冊余りにも上った。人々は寄贈された図書を構成に読み継がせようと、明治三十六年、1903年に、道の認可を得て、北海道最初の公立図書館をエッサさに誕生させた。昭和十五年、1940年の大化で、 全勝したが、地元の医師の発起と図書の寄贈により、昭和53年、1978年に再建され、今日に至る。2011年7月1日から8月15日にかけて、餌市長マスコットキャラクターの公募が実施され、応募人数146人、応募総数187作品のキャラクターが集まった。応募作品中から、 エサシブランド協議会の選定委員25人が大阪府に住むデザイナー塩崎あゆみのエサシーを最優秀賞としエサシ町のマスコットキャラクターとして決定した。同年12月27日にエサシーをエサ市長のマスコットキャラクターに決定したことが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。